ちょっと俺ジョーカーズを少しずつやってます。ドロー。ただ、ちょっとジョーカーズやってみて。ドロー。ちょっと待って、これ違うな。どれどれ。これジョーに埋めちゃうかな。じゃあ、やったれま。はい、1万。1万出るんだ。で、2マナ洗脳せんの。はい。強くねえか。めんどくせえ。エンド。ドロー。バカの使い。うん。ねえ。3枚全部回収。うん。エンド。はい。ドロー。あれ、まさか先導するの来ると思わなかったわ。あれ、俺勝ったかもしれない。そんなことないか。うん、じゃあチャージなし1マナジョ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 ーカーズどうしたの4枚見てこれじゃあこれを手札からねうんこいつが1マナで出るんだなそうで出た時ドロップドのカードをマナに置くエンドドロー。やばいなこれは。3マナ、バカの使い。はい。1、2、3。修理か修理。ありがとう。やばい。当たって。あれ呪文が来ないから無理だわ。うん。あっちに入ってればもういけるけど。そうでした。ちょっと待ってね。バニラルドは強いよね。よし、じゃあアタックしよう。で、アタックしたときにこれ使ってみるね。アタックチャンス。無色クリーチャーを攻撃するとき。今使うのコストを調べてみてください。で、まず3枚見る。で、3枚が、無色カード1枚につき、このクリーチャーは、つまりクワトロになるってこと、3プラスされる。この1枚分につきプラスされるブレイクする、はいはい、そういうことだよね強っ見せたカードは上か下に戻すじゃあ下に戻しますつまりクワトロです4枚、はい、1枚2枚3枚4枚何もないいやあるけど使えない使えないじゃあドンあダイレクトはい、2枚来てたのにどうムカつくでしょいや一応対処法あるうんただ来てないだけこれたまたま引けたんだよねこれこれこれ今3000ぐらいするらしい、まあ、これ売れてるね確かに、うん、これ何なのシルドイクリーチャー1体シルドに仕込むってやつかだからこれ売れてるね確かにこれ自分じゃなくて相手も使えるから、相手の性能性能を埋めてからの展開だったんだけど、うん、まあ対処法は分かってるから別にそんな昔から、うん、本当は俺ゲーマーやってて腹立つことばっかなんだけどチャンネル登録 Twitter のフォローよろしくお願いします。あなたと